広島逆転勝ち。巨人広島19回戦、広島が巨人に2対1で勝利。広島勝ったで、守り勝つ野球、天皇さん勝ち越し来た。優勝を確信した勝利であった。栗林が冷静。ビジターで2勝1敗はでかい。島内8勝、加藤は無用投げたわ。分岐点かもしれん。矢野と小園さん素晴らしい。巨人負けました。終わった。終戦記念日。この展開で負けるのはほんまに終戦って感じ。負け越してしまった。5号で負けたか。優勝8割方なくなったな。広島先発アドウは 5.2 回1失点。アドウはよく投げたわ。アドウは十分やった上出来よ。アドウは優秀な先発やな。広島栗林セーブ。栗林完全復活。サクサクやったが栗林怖いな。栗林はなんか信用できない。巨人先発戸郷 8.1 回1失点。戸郷は素晴らしい。戸郷がされたのやしょうがない。まあ今日の戸郷の出来なら続投させたのはわかる。巨人リリーフキラー1回1失点。今日はケラーが悪い。ケラーは信用していい投手ではないんだ。ケラーのコントロールミスよ。広島打撃成績、コゾのタイムリー。さすがコゾの。コゾのさんはすごいな。矢野タイムリー。矢野よくやった。矢野すごいわ。巨人打撃成績、浅野先生タイムリー。浅野最高や。やっぱ浅野はスーパースター。ご視聴ありがとうございました。話題の野球情報をお届けしていますので、チャンネル登録をよろしくお願いします。